い、皆さんおはようございます。多摩川の女ことレナです。G1 第66回関東地区選手権4日目となりました。そしてピットでどちゃんこ情報局、今日でねラストなんですよ。ちょっと悲しい気持ちもありますが、ピットから選手の素顔をお届けしたいと思います。そして同時に生配信もありますので、皆さんぜひチェックしてください。それでは皆さん朝一行きますよ。せーの、どちゃんこ。じゃあ勝ちの高橋選手にもお話を伺っていきます、はい、ここにカードが3枚あります。1枚引いていただきたいと思います。はい、はい、こちら最近見た映画や本、映画ありますか？映画っすか？全然見てないんですよね。行ってないんで今。ドラマとかあとはお笑いとか見られますか？全然見てないですね。でもかみさんと子供が見てる、はい、あの韓流の映画を見たりしますけど、ドラマとか、はいはい、題名忘れちゃいました。鬼滅じゃない？あ、鬼滅じゃないです。そういうのじゃない？じゃないですね。なんだろう、なんか忘れちゃいました。恋愛ドラマでした。かみさんと子供がずっと見てるんで。ご自身では選んでは見られないですか？あ、見ないですね。じゃあ次行きましょう。ごめんなさい。次行きましょう。普段行っているリラックス。リラックス、はい、まあ、お家ステイホームが増えたと思うんですけれども、はい、お家でリラックスするときはどんなことされてますか？犬を飼って1年ちょっとになるんで、はいはいはい、あの散歩行ったりとか、あ、それが一番リラックスですかね。いいですね、はい、何犬ですか？トイプールです。かわいい、はい、かわいい、いいな。1歳だとまだ甘えてくる感じですか？そうですね、だんだんわがままになってきたんですけど、でもすごいかわいいです。いいですね、もう動物を見てると癒されますよね。癒されますね、本当に。いいですね、ありがとうございます、はいはい。それでは最後に多摩川のファンの皆様へメッセージもお願いいたします。はい、本当にちょっとあの船券を買いづらい選手だとは思うんですけど、あのいっそいっそあの精一杯走ってますので、温かいご声援の方よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、それでは最後に、はい、今バズっています、うん、こちら、はい、多摩川のどちゃんこを指を L 字にしていただいて、はい、両手でどちゃんこと上げ上げで言っていただきます。 OK です。いいですか、はい、いいですか。これ NG ですじゃなかったですか？あ、全然何でもいいです。ありがとうございます、はい、それでは梶野選手に最後締めていただきたいと思います、はい、お願いします。私せーのと言いますので、はい、お願いいたします。せーの、どちゃんこ。ありがとうございます、梶野選手でした。レストランウェイキー名物牛水いただきます。うーん、おいしい。寒くなってきたこの時期におすすめです。さあ、それでは山本英史選手にもお話を伺っていきます。この中にプライベートの質問が書かれた紙がありますので、1枚引いてください。はい、はい、はい、そちらにしますか。はい、はい、最近見た映画や本ありますか？ちょ、もう一回言っていいですかね。ネクスト、ネクストです。もう1枚いきます、はい、ネクスト、はい、こちら人生の中で憧れたスター、アイドル、アーティストいますか？ちょっとすみません。はい、ネクスト、はい、ネクストいきます。申し訳ないです、すみません。ネクストいきます、はい、こちら。あ、いいですね。生まれ変わったら男性、女性、どちらに生まれ変わりたいですか？ネクストいきます。あ、ネクスト、ネクスト、ネクスト。じゃあこちらになります。当たりありですか？はい、普段行っているリラックス方法ありますか？そうですね、はい、あの、まあ、普段家で子供と遊んでるのが一番リラックスですかね。そうです、ステイホームもね多いですしね。そうですね、はい。何されて遊ばれてるんですか？子供と、そうですね、キャッチボールとかしたりしてますね。キャッチボール、はい。山本選手、野球はされるんですか？いやいや、野球じゃなくて普通のドッジボールで。ドッジボール、大きいボールの方ですね。大きいボールで、はい、ドッジボール、はい、いいですね、懐かしいですね、うん、キャッチボールとかしてますね。あと山本選手といえば、この胸元に書いてるこのスターバックスコーヒーのロゴなんですけど、はいはい、コーヒーはお好きなんですか？コーヒーは好きですね。お家でもよく入れられたりするんですか？まあ、そうですね、よく飲みますね。好きな豆は深入り、浅入り、いや、こだわってないです。
こだわりはそんなないです。こだわりそんなないですか、はい、もう人生で僕こだわりそんなないんで。そうなんですか、はい、でも今日は全身もカーキ色で、はい、こうトータルコーディネートされていて。これもたまたまなんですよ。あ、そうなんですか、はい、こだわりってないんですよ。たまたま多いですね、多い、はい、たまたま本当なんですよ。緑で、はい、こだわりないんですよ。こだわりない。じゃあコーヒーはちなみにブラック。まあその辺も、あ、その辺ももう人に合わせるんですよ。今日は 甘いのがいいなという時はお砂糖を入れたり。本当にこだわりないんで。お砂糖も入れますか。入れます、入れます。入れる時もあります。あ、本当ですか、うん、ミルクも入れたり。入れる時もあります。牛乳と豆乳派どっちですか。どっちも入れたりしますね。どっちも。ソイ派、ソイミルク、どっち、ソイですか。いや、ソイとかは別にこだわりないですよ。豆乳はそこまでこだわりがないということで、いいですね。でもスタイル、あの、いいですね。トータルコーディネート、グリーンで、すいません、何もこだわりないんですよ。これもネクスト行きたかったですか、本当は。本当は行きたかったです。4つ目の、でも4度目の正直だったので、これはお願いいたしました、はい、ありがとうございます、はい、すいません、ありがとうございます。それでは最後に玉川のファンの皆様に、はい、メッセージもお願いいたします、はい、まあ、精一杯走ります。お願いします。ありがとうございます。あと一つお願いがありましてですね、はい、玉川で今バズっています。 L、 指を L にしていただいて、アゲアゲでドチャンコという言葉を言っていただきたいんですけど、いいですか。え、これはドチャンコって言うんですか。あ、はい、ドチャンコと言っていただければ締めていただきたいなと思います。もらってるじゃないですか。はい、いきますよ。もうもらった。せーのと言いますのでお願いいたします、はい、せーの、ドチャンコ。ありがとうございました。山本英史選手でした。ありがとうございました、はい。